や、まあ、半世紀失敗に失敗を続けてきた遺伝子治療や人から人へ移るように、しかもこれは自己増殖する遺伝子を持った、まあ、これが一体どういうことを起こすかというのはまだ学問的に分かっていません。こんなものを人体で使うというのは医療倫理ではありえない。これが世界初、日本初で今年から来年にかけて日本国民に接種される可能性が、健康ビジネス、すなわち病原体ビジネスによって世界で最初に大きな被害を受ける可能性がある。今日は本当にお集まりくださってありがとうございます。私は1970年大阪万博の年に大学院の1年生で、まあ、当時結構事故が起こっていたので安全を開発したらいい仕事になるということを、まあ、お師匠さんからのテーマをいただきました、まあ、そのお師匠さんは森永のヒ素ミルクがヒ素であるということを決定された、まあ、国際的な病理学者で、まあ、その先生のおかげで、まあ、当時の分子生物学がの世界的にバッとの発展してきましたので、まあ、そういう技術を使えば、まあ、安全にの病原体のタンパクだけをの使っての免疫を刺激することができると、まあ、そういうことで70年代に安全なというのは一応完成したということで、その後の、まあ、活性酸素や生体防御、白血球の研究をやりまして、まあ、ここに書いてありますように、まあ、当時は紫外線で遺伝子を潰したり、あるいはタンパクをホルマリンで固定するとか、まあ、そういう形で構造がぐちゃぐちゃになってたのはなかなか効かなかったんですね。しかしながら分子生物学を使えば、まあ、例えば今回のなんかは、まあ、大腸菌なんかで作らせれば、まあ、1週間もあれば全国民分をあっという間に作れると、まあ、それにのアジュバントと言われるものを作れば、まあ、の免疫を刺激すればそれがパッとなくなって、のあとはの次に病原体が来た時にそれを、まあ、排除してくれると、まあ、これが医学の基本です。そして医者が習ってるのはほとんどこれがの基本です。まあ、それ以来天然痘が撲滅されたということで、まあ、99% の医者は真理教と言ってもいいぐらいのに対して非常に重要な、まあ、信頼感を持っています。しかし半世紀経ってこの4年前から世界が打たされているものは、免疫を刺激すると、これが、まあ、DNA 型であろうが RNA 型であろうが全て遺伝子、そういう原理です、まあ、しかしながら先ほどアストラジェネカがもう去年の完全に破綻してしまったと、これは DNA 型のものは自分の体内で、まあ、それによってのその細胞が死ぬまでということで、まあ、世界中で非常に大きな被害が出て、もうあっという間に使われなくなった。そしてもう今は欧米では使用が禁止されています。これが安倍さんが最初に1億3000万本分買ってくださったものですけど、これはまあ基本的にということで世界中が誰も使わない、そして日本もそんなものがあったかなというぐらい完全にこの3年間で忘却の彼方に行っております。そして、まあ、それがもうダメだということで、もうこの3年間打ちまくってきたのがメッセンジャー RNA 型を言われているものですが、これは、まあ、遺伝子 RNA を分解しにくくして、それを油で包んでトリチェングリコールという細胞を融合させる分子で来るんだと。だから、まあ、細胞融合というので体内に入れば全ての細胞の中に入っていくと、まあ、こういうデザインであると。私はこれを30年前熊本大学でこの研究をやっておりました。そしてこれは細胞融合ですから、あらゆる細胞の、そうしますと病原体のタンパクができるわけですが、これを使っているのは、まあ、日本も同じようなものを後付けで使っていると。しかしこれは体内で遺伝子が病原体のタンパクを作るために全て、これがもう進学の基本の木です。なぜか日本の医者も含めてほとんどこの免疫学の原理原則いろはを
忘れてしまって、まあ、先ほど川添さんがおっしゃったように恐怖感でという名前に飛びついて打ち始めたのがこのメッセンジャー RNA 型。しかしこれはありません。これは、まあ、半世紀失敗に失敗を続けてきた、それをもうパンデミック状態の時にはワープスピードでいきなり打たせると、これが今世界で起こっている現実です。そして、まあ、これが欧米ではほとんどもうダメだということが分かったために、次世代型のレプリコン、レプリコンと呼んでいるのは日本だけで、実はこれは自己増殖型ワープというふうに呼ばれています。まあ、通常の mRNA ですと、まあ、スパイクだけの遺伝子でタンパク、病原体のタンパクを作らせるわけですが、まあ、この新たなレプリコンというのはこのとして使われているの遺伝子を細胞の中で増幅すると、それによって、まあ、入った細胞の中で、まあ、1本の遺伝子をふっと、まあ、孫悟空が毛を吹けばあっという間に100万本に増えると、まあ、そういうものであると同時に、実はスパイクだけの情報だけでなくて全体をの増幅する仕組みもある、まあ、それによって実はこういうもので細胞の表面にスパイク のタンパクが出ますと、それに遺伝子が入ると、まあ、メッセンジャー RNA だったり、あるいはレプリコンのことが可能である、まあ、こういうものがの、まあ、ウイルスの疑似ウイルスとして体外に出てくる、これを、まあ、我々の体内がエクソゾームという形での細胞をコントロールする仕組みがあるわけですが、その仕組みと似たものが実はこのエクソゾームを打たれた時に起こってくるエクソゾームです。そしてこれは疑似ウイルスの形ですから、まあ、人から人へ移るように、しかもこれは自己増殖するということで、天然のウイルスは自己増殖のは持ってませんが、日本で世界で初めて誕生したと。それをの、まあ、去年の7月ぐらいには大分医大とか、あるいは津波で無人化されたあの福島医大なんかでこれをのフェーズスタディをやっている。そして今年1月、武見厚労大臣が世界で初めてこれを承認したということで、まあ、私 の海外の研究仲間はまさに日本は大丈夫かということで非常に心配しております。これは、まあ、この間まで使われてたメッセンジャー RNA、 これはということで逆にいろんな障害が起こってくるんですけど、今度のメッセンジャーは分解されやすい以上にこのすごく強いために、まあ、体内に一旦入れると、しかも普通の RNA というのはこれ非常に突然変異を起こしやすいので、もう包んだ、まあ、これが一体どういうことをの起こすかというのはまだ学問的に分かっていません。しかしながらこんなものを人体で使うというのは、これはネズミでやって有効だった、そして猿でやって有効で安全だったということが担保されて初めて、ものすごい数の健康な人に恐る恐るやるのが遺伝子ではなくて全ての基本です。しかしながらこのレプリコンはこれまで使われていた mRNA と同じように病原体のタンパクを体内で作らせるということで、あらゆる病原体に対して同じことが起こっていきます。すなわちその病原体のタンパクを作っている細胞は、これが先ほど川添さんが世界で何が起こっていたという mRNA による死亡です。そしてそれが体内では、これが世界初、日本初で今今年から来年にかけて日本国民に接種される可能性がある、まあ、そういう状況の中で我々はもう一回冷静になって世界を見ると、実は mRNA は世界は今日2年前の3月春までに完全に接種をやめております。しかしながら日本だけ未だに
接種し続けると、まあ、岸田さんなんか7回も打ってね、もうコロナにかかりまくってるんですけど、まあ、猿が見たらあんた何打っとんのという状況が今世界のトップランナーとして我々が置かれている立場であると、まあ、そういう意味ではレプリコンに関してはまだまだいろんなの議論がございますが、これではございません。少なくともこれは非常に、そのことが科学的に完全にの否定されてない状態で日本人が次に打たされると、そして、まあ、今年の1月にフランスでの mRNA ワクチンをの拒否したり疑った人は3年以下の懲役または730万円の罰金に処するという刑罰が、あの自由の国フランスで決まっております。そして同じことが今日本でも起ころうとしています。これが新型コロナ、新型インフルエンザのに関する、まあ、新たなの規則を閣議決定で通そうということで、今日本はこれから来年の5月にかけてこの WHO を介した、まあ、健康ビジネス、すなわち病原体ビジネスによって世界で最初に大きな被害を受ける可能性がある、まあ、これは私、まあ、半世紀も国民の血税で勉強させていただきましたので、まあ、これをこの時に言わなかったら私の半世紀の研究成果はないに等しいと、そういうことで実は今年になりましての、まあ、ほとんどの医者が WHO ともう 100% 近く信じていますが、今この4年間で明らかになったことは WHO を脱退しない限り日本も世界も非常に危ない状態になる、まあ、そういうことを本にしました、まあ、やがてのYouTube と同じようにのニコニコもさまざまな SNS メディア言論統制が本格的になってきます、まあ、そういう意味では文字の力で日本人 の正気を取り戻すと、まあ、そういうことをぜひ皆さん方ねのメディアあるいはのジャーナリストとしてぜひ皆さん方に国民に伝えていただきたいと思います。よろしくお願いします。